はい、7月31日、日曜日ね。はい、僕は高還元低アルカリで必ず pH やアルカリ度還元力の数値をしっかり出しているメーカーを使います。これ、縮毛矯正の話だね。はい、ミニケン先生、毎度毎度ね。いかに軟化させずに還元させて伸ばすかって感じですね。矯正はほぼ薬剤設定で仕上がりが決まりますね。あとは一液タイムと中間処理かなって。これ、やっぱりミニケン先生んちは医薬部外品はあまりつかないのかな。化粧品系っつってたっけ。だけど、高校生ぐらい、中学生ぐらい、癖が強い、なんか光ってるような、ほら、硬い毛の、くせっ毛の子、まあ、天然パーマでね、本物ね。それが来たらどうするのっていうのあるよね。やっぱり、普通の薬置いといた方がいいよね。一番強い薬、SHK、医薬部外品。置いてあるんだったら別に問題ないけどね。やっぱね、化粧品系っていうのはね、縮毛矯正剤じゃないからね、そこはやっぱりよく注意した方がいいよね。だけど、セット剤としてね、売ってるだけにね、2、3日は効いてるんだよね。まっすぐだったりするんだよね。それで美容師さんがね、伸びてるもんだと思って勘違いするっていうのは、ここが一番注意なんだよね。あと、一液の放置タイムね。これは毛染めしてる人は本当にデリケートにね、5分だ、8分だ、7分だって、もうそばにつきっきりでね、こう様子見てね。でも襟足の方って結構ね、10分、15分、20分置いても持ったりするよね、今の薬はね。ただ毛染めにする回数が多いね、前髪のあたりとかね、あの辺はもうね、ちょっとデリケートになるから傷みやすいからね、あそこは注意だね。やっぱり時間差でね、調整ってなるよね。ただしね、中学生、高校生の黒髪、最近の子はアイロンかけてたりして毛先傷むからね、毛先の方は軟化するかもしんないけどね、一番強いね、SH 使ってもね、引っ張りテストやったって伸びないからね、根元の方はね。還元してんだかしてねえんだか、軟化してんだかしてねえんだかね、わかんないっていう状態だよね。このパーマ液ね、まあ、美容師さん、まあいろいろこだわりがあってね、もう本当に何使おうと自由なんだけどね、まあ、プロショップだったらね、やっぱりハイエンドのパーマ液、SH だよね。なんか自分が思うに、やっぱり中学生、高校生、もうビタってまっすぐ伸ばすんだったら、今のところ、アリミノの280番、これが一番強いかね、まっすぐにする力強いから、コテでやっても曲がんなくなっちゃうからね、あれ使うとね。まあ、そのぐらい強いんだけど、やっぱプロショップだったらあのぐらいは置いといた方がいいよね。弱い薬っていうのはさ、水で薄めるとかさ、何かで薄めるとかして、作り出すことはできるんだよね。ただ、強い薬っていうのはね、美容室レベルだともう無理だからね。何か混ぜたって必ず強くはなんないからね。まあ、やっぱりプロショップだったらね、SH クラスは1個ね。まあ、持ってればいいんだけどね、置くべきだよね。まあ、意外とね、パーマ液にこだわる先生ってのはこだわってんだよね。で、なんでシステアミン認めてくんないの、おっさんは。頭変わってんじゃねえなんて思われるかもしんないけど、やっぱね、プロショップだったらね、危険なぐらい強い SH の医薬部外品は1個置いとくべきだよね。で、まあ、2、3年は、まあ、腐るもんじゃないかね、あれ、今のパーマ液はパウチに入ってるやつはね。まあ、ここでね、傷むって今言ったけど、医薬部外品はやっぱり使い方間違えるとすごく傷むじゃない？傷む薬は強いって考えると、化粧品系のシステアミンも使い方間違えるとすっげえ傷むからね、毛先がね、溶けるからね、溶け方半端じゃないよね。まあ、だけど、こういう問題ってのはね、冷静にね、話し合わないとね、自分の主義主張をね、感情的に通そうと思うとね、ガキの喧嘩見たくなっちゃうからね。いや、ガキの喧嘩見てんだったらね、いいんだよ、別にね。そうじゃなくて、ガキの喧嘩に大人が口出すみたいになるとね、なんか嫌だよね。そんなになりやすいよね、このネット上での討論ってね。はいよ、お疲れ様でした。